はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。そういうことでですね、1本目なのでちょっと勢いをつけていきたいなと。今回は絶品おつまみ、しかもね、お野菜だけで作るおつまみ、これね、僕のレシピの中でもかなり気に入ってレシピですね。なんでかっていうとですね、これね、僕のおじいちゃんがよく作ってくれた料理なんですね。もちろん自分なりにちょっとアレンジしてるんですけども、今回はね、我が家の味というね、余談なんですが、僕の家族全員酒飲みなので夕飯にはおつまみが出てくるんですけども、そういう経緯があって僕もおつまみが得意だっていうね、僕シラフで喋ってても全然面白くないので、もう手早くやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずですね、元気をつけたいと、お酒ですよね。今回はですね、超絶元気が出るエナジーカクテル、皆さんにね、お教えしちゃいます。こちらです、ウォッカです。ウォッカ入れます。そしてライジンですね、フルーティーサンダージ。じゃあ皆さん乾杯。これはね、めちゃめちゃうまいね。アルコールの嫌な感じがもう全くないですね。進んじゃいますよ、これね。まず長芋です。剥くとね、こうやってね、大体長芋、おがくずがね、ついてるんですよね。これね、洗います。ざっと洗い流しました。で、今回はね、これ多いので、ね、半分ぐらい使います。はい、大体ね、200から 250g ぐらい。はい、これぐらい。長芋、皆さんね、剥くじゃないですか、皮。皮ね、剥かないでいいです。皮もうまいんで、長芋って。で、1センチから 1.5 センチぐらいかな、結構ね、厚めに切っちゃってください。こんな感じですね。で、ニンニク、今回ね、おろしニンニクにしますんで、これ半かけ分使います。はい、まずですね、フライパンに火かけます。中火ぐらいかな。バター入れていきます。はい、長芋入れていきます。こんな感じね。で、ひっくり返さないで焦げ目をつけていく。これね、もう皆さんももうお気づきだと思いますけど、ライジンのね、プロモーションなのでね、だからね、僕がね、ライジンボーイになってきますから。ほら、こんな感じでいい色でしょ。これもう少しつけてもいいですね。これでもうちょっと炒めて、あ、いいですね。これこれですよ、皆さん。この焦げ、ほらほら、ちょっとね、強めるとね、これぐらいのね、焼き目になりますんで、これですよ、これ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 。そして調味料を入れていきます。お酒小さじ4です。大さじ1と3分の1です。醤油もみりんも同量ですね、小さじ4ですね。はい、焼き目がついたらもうすぐ入れちゃって大丈夫ですよ。うまみ調味料、1、2、3、4、4振りぐらい。ちょっと甘みがあった方がいいので、お砂糖一つまみ。最後におろしにんにく。はい、おろしにんにくね。おろしにんにくは火を通したいので、ちゃんとね、こう沈めてください、ね、少しね、煮詰めてあげて。そうするとどうですか、これ。ということで、タレがこんな感じに煮詰まったらもう OK ですよ。うちのおじいちゃんはね、もっとね、あのバラバラってやるんですけど、まあ一応僕料理研究家なのって。余った分は後でみんなで食べます。こんな感じでソースをね。で、最後にブラックペッパー振りかけます。そうしました。こちら長芋の素敵。完成です。ということでですね、できました。早速食べていきたいと思います。いただきます。おいライジンで、じゃあいただきます。やっぱ好きだな、これ。じゃあいただきます。おじいちゃんがよく作ってくれた味ですね。僕のおじいちゃんも料理好きなんですよ。聞こえるかな、これ。シャリ僕感ですよ。うますぎて止まらん、これ。
切りにして炒めるのが本当にしゃうまいでですね、皮つけたまんまなんですけども、やっぱね、炒められてるので全くね、気にならないですね。もう皮むきしなくていい、洗って輪切りに切って炒めるだけ。これでね、こんなにうまいステーキになるのかというのをですね、もうぜひ実感してほしい。これはね、僕がよくやる手法のステーキソースのタレでやってるんですけども、まあこれがね、とんでもなく合いますね。うん、うまいなー、ほんと幸せ。もうほんとずっとこの仕事してたいわ。大臣ね、大正製薬さん言っていいのか分かんないですけど、ウォッカで割ってほしい。めちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、そういうことですね。皆さん、今日の料理どうでしたでしょうか。美味しそうだなと思った方、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。